こんにちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。休みっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら。休みっていうことでね、こちら、気まぐれクック初登場のお魚でございます。一見ボラそっくりなんですけど、ボラとは少し違うお魚。正式名称がメナダですね。これね、前から気になってた魚ではあるんですよ。有明海の方では結構ね、食べるみたいなんですけど、僕の住んでる地域では、これ見ないですね。水揚げもされないし、あまり食べる文化もないと思うんですよね。さばいてみたかった魚の一つではあるんですよ。で、ボラとの違いなんですけど、パッと見た感じで、体高がもってりしてるっていうのと、なんか色が若干オレンジっぽいですよね。で、僕個人的にね、ここが一番ポイントかなと思うんですけど、これ目。目がね、赤っぽいとかオレンジっぽいんですよね。ボラはこんな色してないですからね。で、この魚、味がとてもいいんですって。で、全国的に生息数が少なくなってきてるんで、結構レアなお魚ですね。なんで、有明海の方では、高級魚として扱われてるみたいですよ。これもね、結構値段しました。で、ボラは、寒ボラって言って、冬が旬じゃないですか。で、この休みは、春から夏にかけて味がいいんですって。今から美味しくなっていくお魚。ということでね、今日こちらの休みを使って、お刺身と塩焼き作っていきたいと思います。で、ボラとどう味が違うのかとか、そこら辺もね、しっかり検証できたらなと思います。じゃ、まずは鱗を引いてお腹を割っていきましょう。匂いはね、そんな臭くないんですよね。で、鱗の感じはもうまるっきりボラと一緒ですね。お腹がちょっと特徴的かもな。ボラのお腹の方ってこんなに鱗大きかったかな。この背中の方とお腹の方、鱗の大きさがね、ほぼ一緒なんですよね。大体魚ってお腹の方に行くと鱗が小さくなっていくような魚が多いような気がするんですけど、気のせいかな。はい、片面が取れました。そしたらこっちも落としていきます。はい、こんな感じ。そしたら綺麗に洗っていきます。さて、そしたらお腹を割っていきましょうか。ボラにはボラのへそっていうソロバンの玉に似たような内臓の部位があるんですよ。まあ、ボラのソロバンとかボラのへそとかとも言うんですけど、で、それ何かというと、そのボラのへその部分で飲み込んだ餌をすりつぶして栄養分をそこで取っちゃうんですね。で、栄養分を取った残りカスを吐き出すっていう、そういう消化器官の一部なんですけど、そこがね、うまいんですよね。例えて言うんだったらね、砂肝みたいな、そんな感じですね。それがこのやすみちゃんにも入ってるのかどうか。でもね、入ってると思うんですけどね、こんなにボラそっくりなんで。開けていきましょう。へそはここら辺に入ってると思います。うわ、うおー、卵がすげー入ってた。腹パンだったのはこれ卵だったんですね。この卵も美味しそうだな。これでもボラの卵ってカラスミの原料なんですよ。これカラスミできるんじゃない。ほら、カラスミそっくりですもんね。マジか、まさかの卵か。ほら、これ休みの卵。これボラの卵とすごくよく似てますけど、ちょっと目が荒いような気もするな。カラスミにするにはちょっと成熟しきっちゃってる気もする。もうちょっと未熟のな、黄色っぽいやつの方が向いてるような気もする。はい、で、内臓を抜いた後こんな感じですね。で、これが内臓脂肪。内臓脂肪ありますね。で、これ肝臓ですね。で、肝臓のここ。ここにボラのへそがあるはず。うん。硬いのがありますから、多分これボラのへそですね。内臓です。さてさて、お、ありましたね。これです。これがボラのへそ。まあ、ボラじゃないんですけど、休みのへそですね。ここで食べたものの栄養だけを吸い取るらしいですよ。これも今日食べてみましょうか。まあ、ボラのへそと全く一緒ですね、形は。この中にゴミとか入ってますんで、割っちゃって、で、これ洗います。きれいにきれいに洗っていきます。はい、こんな感じですね。はい、では休みさばいていきましょうか。まずは頭を落とします。本当に構造はもうボラと一緒。卵があんだけあったんで、身は若干痩せ気味ですね。で、下ろしていきます。下に1本反転させて上に1本。ボラってね、結構さばくの難しいんですよ。骨の入り方がね、ちょっと独特なんで、ここら辺が特に、もう尻尾の方はね、一緒なんですけど、ここら辺からちょっと角度がこう変わるんですよね。ちょっと難しいんですよね。よっと、はい、こんな感じ。ちょっと白っぽいですね、身はね。こっち側も下ろしていきます。下に1本反転させて、こっち側が特に難しい、ボラは。まあ、でも大名下ろしでもいいと思うんですよね。ボラは骨がまっすぐ入ってるから。
い、OK。よし、このように3枚におろせましたら、向こうで仕上げていきましょう。よし、そしたらやっていきましょう。まずは、鎌を落としちゃって、で、腹骨をすいちゃいましょうか。ちょっと水っぽいな、身が。これはどうなんだろう。僕の経験上、これはちょっとっていう身だぞ。でも分かんないですからね、食べてみないと、魚っちゅうもんは。そうしましたら、まずお腹のここ、ここでバスッと取っちゃいます。思い切って、もうペラペラなんでね。で、こういうふうに成形しまして、で、塩焼きの部分ここ使いましょう。斜めに落として1個捨てたくを取ります。で、また斜めに入れて包丁を立てて切り口をシャープに、で、綺麗な切り身にしていきます。1切れ、2切れですね。そしたらあとは皮を引いちゃいます。尻尾の方からずっずっずっ、あ、皮がね、柔らかい。ボラより柔らかい。すごいわ。キワキワ攻めすぎると切れちゃいます。皮肌は脂がありそうな身してますね。で、ボラと一緒の体の構造として喋ると、こう身がこうあるじゃないですか。骨がある部分ってもうこんだけしかないんですよ。なんでここ骨ありません。なので、あとはこれ切るだけですね。ちょっと一度塩水処理します。そしたら水気を取って、ちょっと水っぽそうなので少しだけ脱水かけます。ピチッとシートに10分ほどくるみます。こんな感じですね。で、その間に塩焼きの仕込み、皮目に切れ込み入れていきましょうか。少し切れ込みを入れると、焼き上がった時にパーッと開いて、皮目の部分がね、おしゃれなんですよね。こうするとこれね、おすすめですよ。特に切り身の魚ですね。ちょっと飾り包丁するとすごく綺麗です。そしたらお塩をファーッと振ります。ちょっと強めに振っときましょうか。で、こちらは塩で、こちらはクレイジーソルト、ハーブが入ったお塩ですね。これでも試してみましょう。2種類の塩焼き、なんだかんだ塩焼きはこれが一番便利。左がクレイジーソルト、右が普通の塩でいきます。 OK。 さあ、塩焼きを焼いてる間に脱水がいい感じにできたボラの身ですね、これを切っていきましょうか。今日はこちらのお皿にハランですね。ハランをこうやってひし形に切って下に置くと。ではちょっと薄めに切りますか。水っぽい気がする。すごく簡単に刃が入る。スーッと折り曲げておく。スッ、柔らかいな。5切れぐらいにしときましょうか。で、菊をポン、すだちをちょん、で、わさび、ちょっと、はい、これで休みのお刺身の完成。さて、そうしましたら塩焼きもいい時間ですね。お皿を用意して、お、できました。おばっちりですね。すごくね、身がプルプルですね。これ塩焼き期待できますね。完全に皿がでかかったな。ちょっと変えます。こっちがクレイジーソルトですね。で、魚の塩焼きにはこれ乗せときゃそれなりの形になる。端紙ですね。これを斜めに置く。そしてちょっと緑も入れると、あら、おしゃれ。休みの塩焼きの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃ、まずは、お刺身の方からいきましょうか。僕今、むちゃくちゃ腹減ってます。朝からコーヒーしか飲んでないんで、口の中がものすごい洗練されてますからね。じゃ、まず、休みのお刺身からいきましょうか。醤油に、ちょんとつけて。あんまり油は浮かないですね。いただきます。おー、うまいな、これ。油あるね。いや、ちょっとね、身を下ろした感じだと、油バリバリって感じじゃなかったんで、大丈夫かなと思ったんですけど、しっかり油あります。甘みが強い油がありますね、これ。ほんで、臭みはまるでない。美味しい白身ですね。なんか上品なボラっていう感じですね。ボラの油がすごいやつって、口に入れた瞬間、本当に油がパンとくるんですよ。こいつはね、余韻があるね。
でもちょっと一つ残念なところは身がやわけ、生きた状態のプリプリの状態で刺身にしたらむちゃくちゃ美味しいと思う。これ身はマジでうまいから塩焼きがすごく期待できますね。こっちが普通の塩焼きですね。食べてみましょう。柔らかい、ふわふわですね。いただきます。これはうまいわ、むちゃくちゃうまいです。あ、ほんでボラのへそ焼くの忘れましたね塩焼きやばい。これ身質がふわふわで、やっぱね、旨味が強い魚なんで口の中いっぱいに旨味が広がる。で、ジューシーですね。味で近いところで言うと、タイですね。美味しい天然マダイのふわふわバージョンを食べてる感じ。じゃあ次、クレイジーソルトの方行きましょうか。いただきます。こっちはこっちでうまいけど、断然普通の塩で焼いた方がうまいですね。変なことしちゃダメ、この子は。ポテンシャルが高いんだから。はい、ということで、今日はこちらの休みのお刺身と塩焼きときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、緑色のやつ。今日は運転なのでね、氷にしっかりと注いでいく。はい、こちら、7対3ですね。なんで金子のバカはいつもお茶をついで7対3でいっとんだと思ってる方、ここ見てください。こことここの比率でやらせてもらってます。いただきます。想像以上のお味。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、ヤスミっていうお魚をさばいて食べてみましたけども、美味しい魚でしたね。結構ね、いろんな人からこれ美味しいですよとか、ネットの記事とかでもものすごく美味しいっていうので、名前は知ってたんですけどね、やっぱ自分の舌で味わってみて美味しい魚だなと思いましたね。あれね、でも取れたてが食べてみたいですね。あれ取れてから2日ぐらい経ってるんですけど、取れたての池のプリプリの状態、それを薄くスライスしてね、氷水でシャーッと洗いにして、水気しっかり切って、わさび醤油とか生姜醤油とか、あと酢味噌で食べても絶対うまいと思う。いつか食べてみたいですね。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。